寒くなりましたね。風邪予防はきちんとしましょう、館長。明けましておめでとうございます。最近なんだか時が過ぎるのが早くなった気がしませんか？もしかしたら本に書いてあるように時間の流れは心次第なのかもしれませんね。この一年はとても賑やかでした。一人でいるのも好きですが、みんなで集まるのも好きです。ここ数日、お菓子や飾り物など新年の雰囲気になってきたせいか、いつもより時間が早く感じます。人生の時間は限られています。その中でしたいことをより多く実現できれば、きっと達成感があるでしょう。年始めはまさに計画を決めるのにふさわしい最高の日です。ところで、今日の日付にハッピーバースデーと書いてありますが、もう適当に書いた日というのはやめますね。誕生日は平凡な日だと思っていましたが、今ではみんなの祝福のおかげで少し変わりつつある気がします。朝霧が消えたら久々にランニングをしようと思っているのですが、ご一緒しませんか？いつもの場所で待っています。ビアンカ・タシナ。